よう。はい、どうも。それでは続きをやっていきましょう。今日は塗り分けですね。筆塗りなんですが、その前にちょっとこいつエンジン、こいつをちょっと細工していきます。細工っていうか、これ墨入れ塗料ですね。これでちょっと汚しを入れていきます。エンジンはね、ここまでピカピカだとさすがに、なんか実物感が少ないので、これはちょっと私の独断と偏見で墨入れをいたしますと。こんな感じでね、ちょっと汚れ感があった方がやっぱりちょっといいんじゃないかと。こんな感じで、どう？リアルさが出てくるでしょう。これの方がエンジンはね、やっぱり乗ってる人間からするとこれぐらいの方がやっぱりね、いいかなと僕は思うわけですわ。こんな感じでね、ちょっと汚し感を入れておきます。ちょっと塗りすぎ、ちょっと乗せすぎたね。まあちょっとこんぐらいねは汚しといた方がやっぱり、ちょっと面はあんまり汚さん方がいいね。こうごちゃごちゃしてるところはやっぱり墨入れをしといた方がよかろ、よかんべえというふうに思うわけですよ。こういうところはね、ただ若干のリアリティが出る、リアリティというかその乗ってる感が出るというかね。ですよ、実際もこんな感じですよ。こんなにきれいピカピカにするんだったら鏡面になるぐらいピカピカでないとやっぱりリアリティはちょっと薄いですね、エンジンに関して言えば。本当はそんなに塗る必要もないとは思うんだけど、墨入れ分ぐらいで十分かなとは思います。な感じでね、どう？ちょっとリアル重厚感が出たでしょ。僕はこれぐらい汚れてる方が、黒い方が好きかなというふうに思います。ちょっと重厚感が出てね、なおさらよかんべえと。まあこれは人の好みだと思いますよ。この色付けは、色付けというか墨入れというかね、まあ色付けだよね。ちょっと乗ってる感があるという、この辺はね、その人の、それぞれだと思います。好みだと思うから、ここまで汚す必要があるかどうかっていうのはその人それぞれだと思うんで、そこはまあやってみてって感じかな。こんな感じでどうですか。ちょっとリアリティ感ないですかね。はい、こんな感じで、
これで乾かしておきますと。で、他はね、とりあえずつけてから考えるというところだろうな。で、塗り分けですが、まずね、こいつに関しては、ちょっと塗りの幅が大きいんで、これはちょっと、これメッキの部品ね、ちょっと塗り幅が多いんで、これは、マスキングして塗装します。だからこれはちょっと置いときます。で、これは塗り分けじゃないから、で、塗り分けをしなきゃいけないのがこいつ。こいつです。こいつの根元のところがね、アルミ塗装になります。一個怖いのが、挟んだら傷が入るんじゃないかっていう。こっちでいこうか。これもあんまり良くはないんだけどな。良くはないけど、ギザギザよりはマシかなと。でも傷入るな。これあんまり良くねえな。これね、塗り分けがここなんですけど、ここの塗り分けをするのにどう塗ってやろうかと思ってね、ちょっと処理が終わってなかった。せっかくメッキ塗装したんだからさ、やっぱ綺麗に置いときたいのね。ということで、こいつに関してはこいつを使っていくと。ガムって、ガムテを使ってピタッとね、あまり良くはないんだけどね。まあでもあれよりはマシかなということで、よいしょ、塗るのがアルミなんで、これでフラットアルミを使っていきますということですね。よいしょ、じゃあやっていきましょう。よいしょ。まあ進まないよね、相変わらずね。まあいつものことなんで、別に僕の塗装が進まないのはいつものことなんで、塗装じゃないや、組み立て全般が進まないのはいつものことなんで、あれなんですが、よいしょ、ティッシュ、よいしょ、はい、じゃあやっていきますか。で、最初はよいしょ、僕はいつもこれするのね、特に理由は、うわ、これあんまり、これも良くないな、これもあんまり良くないな。よいしょ、これ悩ましいですよね。こっち側か、はいはい、分かった。よいしょ、では塗っていきますよ。これ塗っても分かんないんだけどね、正直言うとさ。メッキ塗料に
このアルミを塗っても、さてどこまでわかるかって言われるとすごく微妙なところがあるね。いいよ、ちょっと待ってね、見にくい、メガネを変える。よいしょ。フラットアルミはね、あんまりね使ってないからね、まだシャワシャワっていうか、まあ、塗っちゃうと多分違いは出るんだろうな、これね。メッキとの違いっていうのは出てくるんだろうけど。はい、こんな感じでね。ちょっと違いが出る。で、見にくくなる方をつけとくか。これね、さっきからブツブツブツ言ってるかちょっとね、この、粘着力が若干、肝なんですよ。肝というか問題でね、粘着力がありすぎて、塗料を浸食するんじゃねえかという状況がになっとるわけでね、それがせっかく塗装したのに、せっかくねメッキ剥がしてまでして塗装したものがなんかそういうあれになったると粘着力でやられちゃうと問題があると。はい、よいしょ。ということで極力見えなくなる方を、内側になる方を塗るという感じですね。で、他にやるのは、これか。はい、こいつは以上かな。フラットアルミも使い回していけば多分どんどん使うことになるんだろうけど、一回も封を開けないとなかなかね、綺麗に、よいしょ、で、いきましょう。次、こいつはね、2色塗らないといけないんだけど、まあ、まずはよいしょ、フラットアルミじゃなくてクロームシルバー X11 がどこだ、うん、これはあれだね、 XF16 から先塗った方がいいな。 XF16 って言ったな、フラットアルミかい、結局え、いる？いる？やっぱりフラットアルミでした。違うな、これクロームシルバーから塗らんといかんな、クロームシルバーからだな。いや、クロームシルバーからでした。よいしょ。だからね、これ今回ね、まあメッキ部品をすべてそのプレミアムミラークロームで塗ってるわけですよ。でこれで何が起こってるかというと、普通のメッキよりもちょっとまあ反射量、鏡面的な部分は落ちます。ボーンミラーとかじゃないから、ちょっと落ちますね。ただとはいえ重厚感が若干出る感じかな、多分ね、そういう感じはあります。よいしょ、
よいしょ。じゃあ塗っていきましょう。ミラー感はなくなるけど、あのメッキ部品のミラー感はやっぱりなくなりますね。若干なくなりますが、こうクロームの重厚感は若干増える感じ。よいしょ。そういう感覚ですね。雰囲気的には。さあ、これが綺麗に塗れるかな、この内側ね。結構慎重に、映ってる？映ってるね。慎重に塗りますよ。なるべくならね、綺麗に塗りたいからね。で、よいしょ。手が震えるね。ギリギリのとこ狙って塗るから。筆のこう膨らみを計算した上で、ギリギリなところを塗っていくという感じですな。しかしメッキの上にこれ塗ったところでね、分かりにくいと思うんだ、多分な。塗ってしまえば、ああ、塗ってるねって思うんだろうけど、塗ってる最中は一個も分かんねえ。塗ってしまえば、ああ、塗ってるなーっていう、ああ、ちょっと色違うねーっていうふうに思えるんだろうけど、よいしょ。ここは濡れてない。筆塗りの上手い人っていいよね。筆塗り俺あんまり上手くないから。だいたい濡れたかな。これで中を塗っていく感じですね。よいしょ。これがだから、メッキそのままだったら多分明らかに色が変わるから、変わるっていうのは分かるんだろうけど、塗装に変えてるからどこまで変わったかっていうか、いうのが分かりにくいかも分かんないよね。なんか雑に塗ってるように見えますけど、違うんですよ。ちゃんと塗り分けるのこと考慮した上で、雑に塗る、ここは雑に塗っても大丈夫なって感じで塗れるから雑に塗ってるだけであってね。ただまあ筆塗りだと、どうしてもね、ムラが出るなっていうのは、ムラなく綺麗に塗るっていうのはやっぱり大変だと思う。これがまた進まねえんだ。これ塗装やるとね、これがまた2日ぐらい置かないといけないから、これでまた進まないんですよ。で、今週末モデラーになってるじゃないですか。どうしても平日が忙しいから、できる時は確かに平日でもちょっと時間があれば、
手をかけたりするんですけど、なかなか撮影までっていうとね、なかなかできないね。よいしょ、色が近いからわかんないな、これ。かといってこれね、塗り分けしようとしたらちょっと難しいな。よいしょ。こんなもんかな。ちょっと筆塗りになるとちょっとやっぱり綺麗じゃないよね、どうしても。これで乾くとどうなるかってところだろうな。はい。そしてこれ、この後乾いたら塗っちゃダメなところは、ちょっと剥がします。塗らなきゃいけないとこと塗っちゃいけないところっていうのはどうしてもね、出てきますからね。よいしょ。こんなもんかね。ちょっと若干粗いけど、まあしょうがない。なもんですね。わかりにくいよな。はい。ああ、もういい時間になっちゃったね。まあこの後はこれ一回乾かして、乾かした後でまた別のを塗る形になるんで、別のっていうかアルミなんだけどね、フラットアルミなんだけどね、それを塗る形になりますんで、よいしょ。ということで今日は、まあ、エンジンと塗り分けという感じでやっていきました。はい、ということで今日はこの辺で、また次回お会いいたしましょう。さよなら。